海洋学部は海洋学を教育研究するために日本の大学に置かれている学部の名称。現在のところ東海大学にのみ開設されている学部名称となっており2012年に開設50周年を迎えた。なお東京海洋大学は2016年度まで設置されていた学部は海洋科学部であったが2017年度に 海洋資源環境学部海洋生命科学部海洋工学部に開祖された。類似の学部に海事科学部や水産学部がある。東海大学清水キャンパス正門1962年東京商船大学清水分校が東京へ移転したのを機に跡地を譲り受けし、2013年4月現在、六学科4専攻の体制。学位は学士を 全学科に設定している。学部構成は、海洋文明学科、環境社会学科、海洋地球科学科、水産学科生物生産学専攻、食品科学専攻、海洋生物学科、公開工学科公開学専攻、海洋機械工学専攻となっている。同じキャンパス内にある、東海大学海洋研究所参加には3センターを配置し、海洋調査研修船、 持ち丸小型実習船南十字臨海実験所各種実験場を用して研究活動を展開している。また、本学施設として東海大学社会教育センターを構成する東海大学海洋科学博物館、東海大学自然史博物館がキャンパス近隣に所在。さらに東海大学沖縄地域研究センターが沖縄県八重山郡竹富町に 全国共同利用研究施設の一つとして拠点を構えている。現在では大学、学部教育を中心に海洋科学分野の研究機関として全国有数の人用となっている。ありがとうございます。